はこれは去年から全国ででで相次いでいる不審な自動音声通話です音声に従いダイヤルを操作したりかけ直したりすると詐欺の被害に遭うケースがあり消費者庁が注意を呼びかけています こうした不審電電話話でで多用されているのが国際電話です分からない番号から電話がかかって、有料サイトの未納料金が何十万円あると、確認のため、住所、氏名、生年月日を教えてくださいと言われるような内容が、まず電話であるそうです消費者庁によりますと、一昨年四4月からのおよそ2年間で、 NTT や NTT ファイナンスを名乗る電話などで身に覚えのない利用料金を請求されたとする相談が6000件寄せられていますこのうちの半数以上がプラスマークと国番号から始まる国際電話によるものです県消費生活センターにもこの1年間で国際電話による不審電話の相談が40件寄せられています 電話会社がです、ね、あの突然電話をかけて、あの何か請求するということは通常、考えにくいですので、ご家族ですとか、それからまあ私どものような消費生活センターにですね、あのあのご相談いただけるといいのではないかと思います消費者庁は、不審な国際電話番号からの着信には答えず、かけ直しもしないよう呼びかけています。